はい、こんにちは、勝又博物館です。本日ご紹介する展示物はこちら、セイントクロスマイス EX デルタ製メグレスアルベリッヒということで、2021年11月13日土曜日発売しました。定価は1万1000プラス税ということでございます。はい、バンダイスピリッツ、かっこいいですね。ただね、初めて店舗で見かけた時に薄ーと思ったんですよね。めっちゃ箱が薄い、今までの EX 史上一番薄いのではないかと思えるぐらい薄いですね。ブロンズクロスでもこんな薄いことはないんですけども、だいぶ薄いですね。はい、ゴッドローブの主要部分に金属パーツを使用ということでございます。かっこいいですね。開けていきましょう。ただね、本編をこれ見たかというと、このシリーズは見てないんですよね。アニメの方はほとんど、今こうやって取り出したのにこっちから出てきた、逆で入ってるんだ。はい、ということで、パーツね、見ていきたいと思います。はい、それでは見ていきたいと思います。まずは本体、こちらですね。本体、マスク、そして肩アーマー、胸アーマーで、二の腕アーマーに腕アーマー、そして膝アーマーで、スネアーマーですね。で、手甲アーマーと手パーツが全部で9個ですね。で、腰アーマーとなっております。そしてこちらはエフェクトパーツ2種というか、まあこれ1種と剣、そして炎のエフェクトパーツ、そして表情パーツが4種類ですね。4種類あります。で、スカルみたいな、このね、骸骨のオブジェ形態と、こんな感じ。では最初オブジェに組んでいきたいと思います。さあ、それでは組んでいきたいと思います。まずこちらですね、テコアーマーがお腹の部分に入ります。こちらに下から入れる感じですね。グッと、はい、これで OK で、逆側もつけます。はい、逆もつきました。で、胸アーマーと腰アーマーをつけます。先に胸アーマーを取り付けて、腰アーマーはサイドのアーマー2つとも取りまして、ひっくり返した状態でこちらにつけます。そして真ん中にもともとあったパーツをつけて、肩アーマーをつけます。はい、そしてマスクも装着します。おお、かっこいい。続きましてはこちらですね、土台、台座に剣パーツ、これをまず装着します。後ろの方ですね。そしてこちらの炎の剣をここに入れます。こんな感じになりますね。いいね。そして先ほど組んだやつをタイザーはめます。おお、しっかりはまった。で、あとこちらのところに全部パーツを挿していくんですが、前腕アーマー、こちら一番こっちが前腕アーマーで、台座パーツ1ってのがあるので、それを入れます。ちゃんとね、台座パーツにはこの1って書いてありますので、分かりやすいと思います。すげえ、しっかり入った。で、ここは膝アーマーですね。両サイドありますので両サイドつけます。こっちなんかめっちゃ硬いはい、で、こちら太ももアーマーですね。これを今度は奥の方に入れて、向きは逆かな、こっちか。で、台座パーツ2を挿入、バッチリ入るね。今度逆側なんですけども、逆側はさっきとは違って、前腕アーマーに太ももアーマーって感じですね。はい、できました。あと前です。前はスネアーマーを両サイド差し込んで、残った台座パーツ4と3、こっちが3ですね。3もちゃんとしっかり3って書いてありますので、刺します。ブス、向きが逆か。で、奥も
ここはねしっかり合いますので、先にこっちをはめてからでもいいかもしれないですね。あ、これで終わりなのかな。あ、腰サイドアーマー最後残ってますので、後ろにあ L を最初につけて R が上、 L を最初につけて R が上で、こんな感じと。おー、かっこいい、できました。オブジェ形態でございます。めっちゃかっこいい、すげえいい。これやっぱこの氷というかね、このなんかすごいクリスタルみたいな感じがめっちゃいいですね。ちょっと場所変えて見てみましょう。光の加減がね全然あれなんで。はい、ということで白背景にするとこんな感じでございます。めっちゃ綺麗。ちょっと外にでも置いてみようかな。外置いたら光の反射とかめっちゃして超輝いててめっちゃかっこよそうなんだけど、外置いてみよう。はい、外に持ってきましたけども、俺のね洗濯物の前で申し訳ないんですが、背景がいいのがなかったんでこんな感じです。クリアパーツのこのね紫もいいですし、やっぱクロスのねこのきらめきが何とも言えないですね。肉眼で見るとほんとテカテカの青ですごい綺麗なんですよね。じゃあクロス装着してみましょう。はい、ということで全身つけて、あとはマスクだけということで、マスクパーツはですね、この髪の毛を前髪、ここの前髪をマスクの外に出してつけます。そしてグッとはめれば、おー完成。メグレスアルベリッヒ、結構ね今回楽でした。何が楽かというと、左右のパーツで違いがないんですよね。だいたい今までのパーツって縦線に1本2本っていうのがあったりしたんですけども、これに関しては結構ない。うん、膝アーマー、前腕アーマーとかも太ももとかすねアーマー全部共通なんですよね。 LR があるのは肩パーツと腰のアーマーぐらいで、あと全部一緒という、すごい楽ですね。まあ、いつもなんで違いがあったんだろうっていうふうにも思ってたんですけども、楽ですね。さあ、ということでこんな感じになりました。かっこいいね。じゃあ炎の剣持たせてみましょうか。はい、ということで炎の剣持たせてみました。まずはねこのエフェクトなしのこのポージングがこれです。だいぶ決まってますね。顔の表情パーツもニヤリとする表情パーツに変えたのでかっこいいですね。立ち姿もすごくいいです。めっちゃいい。ようやくできたこのポーズ。ちょっとねこのクロスマイス手首パーツがすごいはめづらいですね。めっちゃはめづらいです。ただ撮る時もちょっとなんか硬いなと思ってたんですけど、めっちゃはめづらいなっていう感じですね。なかなかだから手首パーツの付け替えに苦労がかかります。いやー、炎の剣でございます。めっちゃいいね。しっかり同じようなポージングが取れます。イエイ。はい、ということで、まだね目閉じ微笑とかもありますけども、食いしばりとかねありますけども、こんな感じで、まあ、こういったポージングもできますよということで、最後はこれで締めにしたいと思います。デルタ製のメグレスアルベリッヒでございました。めっちゃいいですね。それではまた明日。